はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、南海空港から今ね、本日宿泊させていただきますアロフト南海さんの方に、ね、到着いたしました。本日はね、こちらのアロフトさんの方で一泊させていただくということで、もうね、今17時38分現地時間ということもありますんで、これからねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでね、今チェックイン手続きを行ってますけど、めちゃめちゃねおしゃれ、最高です。もう間もなくねチェックイン手続きが完了いたしますので、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、こちらがねバーですね。めちゃめちゃ、おしゃれでございます。はい、そしてこちらがね、客室に向かう、とこなんですけど、もうねめちゃめちゃ綺麗です。そしてこちらね、エレベーターホールがこちらになってますけれども、はい、あ、エレベーターホールもめちゃめちゃねおしゃれな感じですね。本日は7階のお部屋となってます。本日ね、こちら7階ですね。屋上階と8階が最上階という感じですね。はい、ではお部屋にエレベーターホールですね。お、開けてて、お、海パラセーリングしてますね。いやー、見えますか。ああ、海きれい、夕日時でかなりいいです。エレベーターが明るくて、なんだろうな、完全に、はい、ランクが高いです。こっちの本日726というお部屋ですね。こちら側ね、山側の、ビューっていう感じですかね。はい、はい、ということで、ね、本日のお部屋はこちらの角、なんかね、ここに妨害がございます。はい、なんか入っちゃいけない風になってますね。入っちゃいけない風な、はい、はい、ということでね、本日こちらの736ゴーストとなっております。じゃあね、早速入っていきたいと思います。おお、めちゃめちゃ涼しい。はい、ちょっとね明るいですね。ちょっとつかせて、はい、一通りね見ていきたいと思います。おお、すごい。いやー、かなり眩しい。夕日時ですね。いやー、めちゃめちゃ明るいじゃないですか。素晴らしい。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこちらがね、主寝室となってます。はい、こんな感じのね、主寝室。いかがでしょうか。こっちもね、ちょっとカーテン開けちゃいましょうか。おお、こっちはね、バルコニーはありませんけど、窓開けたらもうかなり開放的じゃないですか。素晴らしい。はい、こんな感じの主寝室。そしてね、水回り、こんな感じですね。はい、それじゃあね、こちら、玄関の方にね、戻って、行きたいと思います。はい、玄関ね、こんな感じで暖かい感じのウッド、使われてますね。で、お部屋につきましては、エレベーターホール出ていただいて、右のね、もうこの角736ゴスという感じです。で、入っていただいて正面ね、カラフルなこんなね、パラソルの、はい、絵が描かれてまして、山側のね、ビューの方からも最高がね、撮れるようになってます。そしてダイニングテーブルがあって、右側がね、もうドーンと鏡がありますんで、これでね、さらに開放的な感じになってますね。で、お掃除のお願いしていただくボタンと、お皿で欲しいっていうボタンがございます。ダイニングテーブルがこのようにありまして、いやー、非常に明るいですね。なんか、落ち着きがあるね、非常に暖かい木を使ってるので、なんだろう、なんか落ち着く感じします。はい。で、こちらがね、お手洗いとなってまして、マレーシアのね、このウォシュレットみたいなのがね、ございます。はい。こんな感じのトイレですね。で、洗面台があって、ティッシュペーパーと石鹸、ゴミ箱がございます。はい。で、左側の方にはですね、このように、おやつ。はい、お菓子類と
あとコーヒーとかですね、ネスプレッソ、ネスカフェとかで、はい、あとピュアカモミールのティードロップとかがあったりします。お砂糖とかね、アルフトオリジナルのものですね。で、お水でカップがあって、でネスプレッソマシーンがね、このようにあります。はい、ポーションが6個ございますね。3種類2個ずつの計6個と。でお水がね、めちゃめちゃすごいぐらいありますね。はい、そしてこちらが冷蔵庫の中身のドリンクで、こちらね、なんとね、冷蔵庫の中身無料ということになっております。嬉しいです、ありがとうございます。で収納スペースがありまして、ここら辺はね、特に何か入ってるという感じではありません。そしてはい、こんな感じでね、なんかモザイクっぽいのがあって、はい、リビング、これも落ち着きますね。今夕日時でね、なんかエモい感じになってますけど、夜はね、夜で、上のね、この川に光ってるこの間接照明とかですね、そしてこのカラフルな黄色のね、このソファ、そしてカーペットがね、彩られるわけですけど、多分ね、これ夜真っ暗になります。星とかね、天気良かったらかなり綺麗に見ていただくことができるんじゃないかなと思います。なので、このチェアはね、多分海を見ていただいて、夕日をね、今の時間帯みたいに見ていただくこともよし、星空を見るのもよしという感じじゃないかなと思います。そしてテレビがね、ドーンとありまして、サイズ的にはどうでしょう、55インチぐらいですかね、サムスン製のテレビがございます。ちょっとね、つけてみましょうかね。はい、まあこんな感じでね、出てきますけど、ちょっと読み込み中みたいな感じでしょうか。はい、でこちらがね、主寝室というふうになってますけど、これもね、ベッドパネル、亀とかですね、なんかハワイアンというか、やっぱり南国、東南アジアの南国を、ね、イメージされているような感じですね。はい、でソファーなんかも落ち着きありますけど、なんかね、アロフトっぽさが出ているこのカラフルなね、カーペットに暖かいね、絨毯が使われているという感じですね。ウッドなんかもやっぱ落ち着きがあります。でベッドパネルの方にはね、 USB-A が2箇所と、コンセントが1箇所という感じです。でここら辺がね、照明等のコントローラーになってますね。はい、でキングサイズのベッドがあって、はい、でこちらのデスク、ウェルカムおやつみたいなのが、ね、ありまして、さらに、ね、メッセージカードも添えられております。あ、このデスクね、非常に使いやすそうですね。はい、でこちらの方にもね、テレビが、おそらく55インチぐらいのテレビがあるという感じです。はい、ここの中ね、ソファーのスペースも非常にいいですね。かなりね、この島というか海というか、この空間をね、のんびり過ごすのにすごくバランスが取れたね、家具が使われてるんじゃないかなと思います。いかがですかね。いやー、いいですね、素晴らしいです。はい、じゃあね、ちょっと水回りの方見ていきましょうかね。はい、でこちら水回り、こちらね、扉、開け閉めできるようになってますけど、ここもね、ブルーだったりとか色鮮やかなね、感じになってますけど、こちらですね、はい、セーフティーボックス、セキュリティーボックスがありまして、でね、散歩に非常にいい感じのね、はい、サンダルがございます。そしてスリッパですね。はい、そしてこちらがアイロンと予備のね、トイレットペーパーだったりとか、洗濯物等をね、入れていただくバスケットがあったりとか、ここもね、はい、このように、収納スペースとなってます。はい、ハンガーがありまして、でこちらは何ですかね、バスローブ。ああ、バスローブですね。はい、かなりいい感じです。はい、こんな感じのね、バスローブ。ぶら下がってないんですね。面白い。はい、こんな感じのバスローブとなってます。で、バスタオルがあって、こちらにもね、お手洗いがございます。はい、で、洗面台ですけど、どうですかね。こんな感じのすごい丸のね、大きい鏡がありまして、洗面台が2箇所。ございます。そして歯ブラシ、コットン類、歯みそり等がございます。はい、はい、そしてこちらに、ね、ボディーローションと、こちらにもね、お水がね、2本ございます。はい、でドライヤーね、先ほどもう開けちゃったんですけど、はい、アロフトのね、袋に入っておりまして、このスイスマンと呼ばれるね、これもスイス製なんでしょうかね。はい、ドライヤーがございます。お、電話ですね。はい、そしてね、こちらが
バスタブでございます。このタイルなんかもね、非常におしゃれ、そしてね、ちょっと神々しい感じしますね。はい。で、ここには、あ、バスソルトもねございますよ。2つバスソルトがございます。はい、こんな感じですね。はい。そしてね、シャワーがありまして、アミニティはですね、ボディローションと同じ感じの、はい、ドライバーっていう呼ばれるものですかね、ございます。シャンプーの方は、あ、シャワーの方はね、こんな感じ。まあ、水圧はね、十分じゃないかなと思います。レインシャワーもね、ついております。はい、こんな感じです。はい。いや、なんかね、非常にうまく考えられてね、作られてる、収納スペースじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。今日はね、こういったお部屋の方に一泊させていただきます。いかがでしょうか。いやー、めちゃめちゃね、最高のお部屋ね、アサインいただいたかなというふうに思います。いかがでしょうか。はい。それじゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード下りが 18.43Mbps、アップロード上りが 22.34Mbps となってまして、まあ、若干ね、ストリーミングとかする場合はね、ちょっとぐるぐるするときはあるかもしれませんけど、まあ、基本的には、ね、問題ない速度かなというふうに思います。はい、ということですね、こちら、本日はね、アロフト、ランカウェイさんの方にチェックイン手続きが、ね、無事に完了いたしました。最高です。もうね、クアラルンプールの方から、まあ、1時間弱ぐらいのフライトでですね、国内線を利用させていただいて、移動させていただきました。そちらの様子につきましてはね、上にリンク出しておきますんでね、よかったらそちらの国内線の移動のね、様子などもご覧になっていただければというふうに思います。今回はね、JAL グローバルクラブであったりとか、JAL グローバルクラブのプレミアだったりとかのね、特典を利用させていただいて、まあ、ファーストレーンでね、チェックイン手続きが行えたりとか、ラウンジの利用とかね、まあ、そういったところもありますので、これからね、今 JGC、JAL グローバルクラブの修行している、する方とかに関しましてはね、多分気になる特典だと思いますので、よかったら見ていただければと思います。で、今回ね、アロフトさん、アロフト南海さんの方にチェックイン手続きさせていただきました。まあ、夕方ね、着っていうこともありますし、まあ、手頃なね、価格。まあ、今回ボトムのお部屋だと1万5000円ぐらいなんですけど、まあ、シービューということで、日本円で多分ね、1万7000円弱ぐらいとか、まあ、そのぐらいの、料金でね、宿泊させていただいているという状況なんですけど、まあ、普段ね、アロフトさんでアップグレード自体というのはなかなかね、ないという状況ではありますけど、今回スイートにアップグレードしていただいて、今ね、見ていただいたお部屋にアサインいただいたという状況です。まあ、パンダさんのね、チタンパワーとかっていうのもあったんだと思いますし、まあ、ちょっとね、タイミングがよくね、行えたのかなっていうふうに思います。もう本当にね、最高です。もう平日だからっていうのも大きいかなとは思いますけどね。はい。ということで、まあね、男二人で、このお部屋ね、過ごすわけですけども、まあ結構ね、バーが遅くまでやってたりとかですね、まあ周辺はね、まあどんなところがあるのかっていうのは正直ね、下調べあまりしてないんですよ。で、アロフトさんに関しましても、ルーフトップバー、まあ屋上があるんで、ひょっとしたらルーフトップバーがあるのかなっていうふうにあったりとか、まああとバーがあったりするんですけど、周辺でね、なんか、夜まで、ね、遊べるとか、夜までなんかできるっていうのは多分ないんじゃないかなっていうふうに思いますので、基本的には、この夕日をね、眺めて楽しんだりとかですね、夜はですね、多分星空、天気今日ね、なんとかいけそうな気がするんで、綺麗だったりとかっていうふうに思いますので、そちらを楽しんだりとか、まあ、翌朝はね、ちょっと海だったりとか、まあそういったところをね、楽しんでいければなというふうに思っております。ということで、まあちょっとね、一段落、まあ、ちょっと荷物広げたりさせていただいて、館内散策の方にね、向かっていければと思います。はい、じゃあね、これ今からね、ルーフトップの方に向かっていきたいと思います。今日ルーフトップはね、残念なことに行けませんでした。はい、ということで1階の方にね、降りていきたいと思います。はい、ハッピーアワーね、やってるみたいなので、こちらの方にトイレ向かっていきたいと思います。ハッピーアワーはね、3階にあります。こちらのスプラッシュの方でね、やってるみたいです。こちらがね、キッズルームみたいな感じで、お子様がね、遊べるスペースがあるのは面白いですね。はい。で、こちらがね、
フィットネスジムですね。はい、まあ、外からね見えるんでいい感じですね。はい、こんな感じです。はい、でこちらが朝食会場のリチャージですかね。はい、でバーに関しまして、お、なんだこれ、プールなのか。あ、プールがありますね。これは夜何時ぐらいまで入れるんでしょう。今ね入ってる方いらっしゃいますね。いやかなりいい感じです。めちゃめちゃおしゃれ。はい、夕日をね見ながらのプール、めちゃめちゃねおしゃれな感じですね。はい、いい感じでございます。はい、こちらがねレストランみたいですね。朝食会場はこちらになってます。めちゃめちゃおしゃれです。はい、プールに関しましてはですね夜のね12時まで入れるということで、朝はね7時から入れるような感じですね。今ハッピーアワーに関しましては1杯頼むとね2杯いただけるという形になってます。最高です。20時までっていう感じですね。なので今ね注文をして、まあトリップアンダさんと一人ずつね着替えてプールサイドで、まあ、泳ぎながらね、飲んだりご飯を食べたりしていきたいなというふうに思います。最高。はい、ということでね今水着の方に着替えてきまして、カクテルをねオーダーさせていただきました。はい、こちらねカクテルをオーダーさせていただきまして、こちらがねフローズンダイキリでございます。こちらがですねラムとバニラとバナナをね、混ぜた、カクテルというふうになってます。めちゃめちゃ美味しそう。今回はねハッピーアワーということで1杯頼んでもう1杯ね、追加で頼むことができるというシステムになってます。ということでこちらのねフローズンダイキリいただきたいと思います。うん、めっちゃうまい。あ、飲みやすい。最高で、こちらがねラムとバナナとバニラのねカクテルになります。うん、うまっ。飲みやすいですね。最高。はい、ピザがねいただきます。うまっ。うまい。熱い。そしてねトマトがめちゃめちゃしっかりした、トマトの酸味がねすごく効いていて、チーズがねめっちゃ濃厚。最高。はい、おはようございます。ぐっすりね眠りました。もう昨日はね12時ぐらいにはもう毅然と寝落ちしてたぐらいですね。はい、で、あちらの方にねうっすら見えるビーチがあるんですけど、あちらはね皆さんこの周辺の方使っていただけるフリービーチということなので、まあ、朝食をねこれから食べに行こうかなと思うんですけど、そういったね、ビーチなどもちょっとご紹介できればなっていうふうに思いますので、後ほどね、行ってみたいと思います。今日はですね、そうですね、まあ、比較的曇りっていう感じですかね。日がね、出てませんけれども28度ぐらいということでね、まあ、暑すぎず、まあ、過ごしやすい感じではありますね。はい、ということでね、これから朝食ね、食べに行ってみたいと思います。行ってまいります。はい、ということでね、朝食会場の方にやってまいりました。はい、まあね、結構ね、混み合ってる感じですね。はい、メニューはね、やっぱりめちゃめちゃ豊富でございます。ワッフルだったりとかパンケーキなんかもあって、ナッツとかですね、ございます。そしてね、ここでね、こうやって焼いている状態ですね。そしてね、お粥なども、置いてあります。結構ね、この薬味なんかも種類がかなりね、豊富な状態です。そしてね、こういったサラダだったりとか、あとね、豆の、なんだろう、豆の煮物みたいなものと、あとチキンですね。そしてね、こちらがソーセージだったりとか、ハッシュビーフとかですね。まあ、ここら辺がね、メインになってくるのかなと思いますね。豆類だったりとか。はい。ヌードルバーでございます。こちらがね、地元のお菓子ですね。めちゃ甘くて美味しそう。そしてこちらがね、スイーツコーナーでございまして。はい。まあ、こんな感じでね、いろいろありますね。そしてね、ドリンク類なども豊富にございます。はい、そしてね、こういった感じで、なんかね、巻物みたいなのもね、作ってくださるみたいですね。めちゃめちゃ面白い。はい、ということでね、まあ、ハッシュだったりとか、ソーセージとか、あとこういったね、チキンとかをですね、一通りね、持ってきました。お粥ですね。そしてこちらがチャーハンみたいなやつですね。はい、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきます。
っぱりね、今9時回ったところっていうこともあってね、皆さんかなりね、混雑しているような状況ですね。まずハッシュ、あ、美味しい。あとなんか地元のね、炒め物っぽいやつですね。あ、なんだろう、麺が入ってる、フォーみたいな感じですかね。すごいなんか地元のやっぱり東南アジア系のね、お料理のスパイシーな感じの味がしますね。辛いっていう感じではないですかね。そしてこのチキン、これもなんかね、スパイスで煮込まれたようなチキンですね。あ、めちゃめちゃうまい。あ、うまい。このチキンはめっちゃうまいですね。ご飯がめっちゃ進むやつ。このチキンにはね、多分このチャーハンみたいなのが非常に合うんじゃないかなと思います。あ、このチャーハン美味しいな。野菜チャーハンみたいなんですけど、油っぽくなく、すごいパラパラで、なんだろう、風味がいい。何の風味か全然ちょっとね、分かんないけど、すごい香りだったね、ご飯ですね。ごま油とはまた全然違うやつです。はい、そしてね、おかゆ、スープ代わりのおかゆですね。いただきます。あとでヌードルもね、いただきたいなと思います。でもおかゆより、やっぱりこのチャーハンみたいなやつの方がね、個人的にはめっちゃ美味しい、好き。このままね、ちょっと食べ進めていってですね、今ね、ちょっと混雑しているので、着いたところでヌードルと、なんかあとね、なんだろう、挟む、なんか包んでくれるようなね、ご飯があるので、まあ、どういったね、料理かちょっと全然わかんなかったですけど、美味しそうだったので、そちらの方もね、食べていきたいと思います。じゃあね、ちょっと食べ進めていきます。そしてね、こちらがパンダさんチョイス。めちゃめちゃおしゃれですね。そして麺ですね。私とはね、また持ってき方が全然違います。そしてね、2周目ですけど、何でしょうかね、これ。何みたいなやつ。何なんでしょう。そしてね、こちらが4でね、作っていただいたチキンスープベースの麺ですね。そして、お気に入りのね、このチキンと、先ほどのチャーハンみたいなやつの上にね、パッタイみたいなやつを乗っけてきました。最高です。じゃあね、このナンみたいなやついただいていきたいと思います。一応ね、カレーが2種類ぐらいあったので3種類かな、そのうち2種類をね、持ってきました。どういう感じのね、食べ方が正解かわからないですけど、まあ、とりあえずね、口に入れればいいかなと思います。おお、美味しそう。結構ね、もちもちしてるんですよ。作ってる映像ね、あったと思いますけど、ペッタンペッタンして、ちょっとかなり大きいですけど、いっちゃいます。あ、うまっ。やっぱりね、もちもち。そしてね、今黄色い方のカレー食べたんですけど、なんだろう、すごいね、細かい芋がすりつぶされてるような感じのカレー、すごいね、甘い。そしてもう一種類の方のね、カレーいただきます。まあ、こっちの方が好きかな。こっちのね、黄色い方はやっぱり甘いって、スイーツ的な甘さじゃないんですけど、カレーというよりはなんかね、クリームスープみたいな感じです。こっちの方がカレーっぽくてご飯が進みますね。うまい。そしてね、ヌードルいただきます。あ、香りがいい。あ、いい塩味、めっちゃうまい。間違いないです。パクチーとかそういうのはないので、なんかこういうね、東南アジア料理でそういった香辛料みたいなのが苦手な方とかでも、あんまり気にすることなくね、食べていただけるんじゃないかなと思います。はい、そしてね、こちらがスイーツとですね、フルーツ持ってきました。これはね、食べたことないですけど、多分ね、もちっとしてる感じでですね、ココナッツがね、まぶしてるある感じですね。こちらがね、多分芋かなんかのね、プルンプルンのやつだと思うんですよね。はい、なんかね、フィリピンとかで食べたものと多分近いんじゃないかなと思います。こういう感じのね、食感。はい、じゃあね、いただいていきます。まずね、こちら、はい、あー、芋、あれ
美味しい。うん、まんま。そしてね、このプルンプルンのやつ。あ、ほうほう。こんな感じ。ココナッツの香りがほのかにする、味があんまりしない、あの食感がいいやつ。はい、そしてね、突然の、スコールでございます。まあね、すぐ止むと思いますし、これがね、降ったらね、もうね、雨降ることはないと思います。ああ、本当にね、突然来るもんですね。こちらね、今食後のジムにね、やってまいりました。これね、ジム見ましたんで、まあ、だいぶね、カロリーが消費されるんじゃないかなと思いますけど、まあ、結構ね、あの涼しい環境でですね、ジム、運動ができるんじゃないかなと思います。はい、今ね、こちらちょっと気づいたんですけど、ホテルアクティビティということで、多分ね、お子様と、ね、一緒に遊んでいただくことができるアクティビティがね、このように準備されてるんじゃないかなと思いますね。カクテルクラスとかね、キッズモクテルクラスとか、クッキングクラスとか、ピザなんかもね、作れるみたいですね。これ面白いですね。ちゃんと時間帯もあって、おそらくね、予約等が必要なんだと思いますけど、チェックイン時に聞いてみるのはいいかもしれないですね。でこちらに、ね、ちょっとしたね、コンビニエンスストアみたいなものがありますので、こちらでね、ちょっとしたおやつだったりとか買っていただくことが可能です。はい、ということでね、もうあっという間でですね、もう今13時回っております。あの後ね、ビリヤードとかしてですね、ゆっくりさせていただきました。これからね、セントレジスランカウイさんの方に向かっていきたいなというふうに思います。まあ、昨日からね、まあ、お話しさせていただいた通りですね、まあ、アロフトランカウイさんね、いわばですね、まあ17時とか18時ぐらいにチェックインの予定だったので、滞在時間がね、まあ少ないし、アロフトさんにしようみたいなね感じで計画練りましたけど、もうアロフト最高でした。はい、いや、なんかね、海外旅行ね、来るとやっぱりいいホテルに極力泊まりたいなっていう風になると思いますけれども、まあここが良くないっていう、あの裏ではないですよ、それなりのやっぱりメジャーっていうかですね、高級ホテルって言われるホテルに、まあ、ホップしたいなっていうのは出てくると思いますけど、もうね、引けを取らない、あのかなりいい、良さがねある、アロフトさんだったな。もうアロフト自体、私ね、東京銀座さんと大阪堂島さんしかねなくて、海外のアロフトさん初めて来ましたけれども、なんだろうな、もう本当 W ホテルみたいなちょっと派手さだったりとか、ギラギラっぽいところもあれば、まあこのランカウイっていう場所柄っていうこともあるかもしれませんけど、リゾート感をね、味わえるような作りになっていて、で結構ね、お客様層も、まあスタッフさんもそうなんですけど、やっぱりね、遊びに来てるっていう感じもあるし、スタッフさんもすごく、なんだろうな、やっぱりその人をね、分かろうとしてるとか。で、やっぱりね、親日だなっていう感じはすごくね、ありました。こう、なんか日本人って分かると、なんかね、パンダさんとかも絡まれてたりしましたけど、美味しいとか最高とかね、っていうことをね、あっちからね、知ってる単語を言ってきてくれたりとかっていうのがね、非常に嬉しく思いましたね。なので、本当にね、あの皆さんもランカウイ来られた際にはね、まあ、アロフトさんとかもぜひ、あの候補の一つにしていただいて、まあこの動画がね、それが参考になれば本当にありがたいなというふうに思いますけれども、ホテル選び楽しんでいただければなというふうに思います。まあ当然ね、これから行くセントレジさん、リッツカルトさん予定してますけども、逆にネームバリューがあるから、まあよくて当たり前だろうなみたいな感じでちょっと行くから、逆になんかアロフトさんでよかったなっていうふうになるっていうのもなんかちょっと怖い、ないとは思いますけどね、というになる恐れもあるんじゃないかぐらいね、アロフトさんが良かったというふうにお伝えしたいなというふうに思います。はい、最高でした。まあまだまだね、あと2
2泊ありますので楽しんでいきたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったからぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しないようにぜひチャンネル登録と、こちらのねベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。ということで移動していきたいと思います。はい、レストランね、こんな感じで天井もめちゃめちゃ高くて開放的、スケールがね全然違います。やばいです。おお、ワインセラー、こちらがワインセラーと。おお、